compagne, vos armes citoyens, formez vos bataillons, marchons donc, marchons, le sang impur, abreuve l'océan.26日に、その、こんな感じで清水隆さんっていうね、日本人のアコーディニストがいるわけ、うん、それもあのフランスシャンソンオークみたいなボタンで、鍵盤じゃなくてボタンで行くやつ持ってんねん。パリに住んではるね。パリに住んでんだけど、うん、そのメールでずっとやり取りしてたわけ。もうね、ほんまに懇切丁寧に言うてくんない。こんな曲やりますって、うん、で手書きで僕が書いたやつ写真で送んのよ、こんな返事が来るわけ。これはできます、これに書きますとか細かいとこまで打ち合わせしてくれて、もう分かってるいうぐらいメール打ってくんねクラシック畑の人、うん、それはね、どんな音楽が得意なのか分からへんなって僕は。アコーディオンでしょ。でもジャズもやんのよ、あのタンゴのバンドネオンでも、ね、じゃないね。でも多分クラシック畑の人やと思います、うん、なぜかって言ったらコンセルバトルにもう出てって、それもディプロマトってはんので、日本に帰ってきたらもう教授クラスなんですよ。でだけど そんなね、鼻にかけた感じでもなく、おいくつぐらい、なんかね、ぼーっとした人で、40ぐらいかな、ね、めっちゃおっとりしてる人で、うん、もう生駒さんがイライラしたよね。で頭上にこうね、沖縄の方のあの何団子みたいにこうキュッキュッと上にくくって、今流行ってるのね、若い人の間で。その人そんなんしてんの。うん、そんな人、こんなこういう感じで。変わった人やな。いや変わってない、変わってない、今それファッションでおしゃれやねん。へえ。でそのこの隣の人がギタリストでエルベさんって言って、この人もフランス人。そのギターはロック屋さん、ジャズ屋さん、ね、何でもできる。何でもブラジル音楽が好きならしい。日本にも来てる。ツアーで、ツアーでブラジル、僕もあのあれで、でそうタカさんがどんな人か分からへんかったけど、メールしてる間にね、ブルーセットやりませんかって言ってきたわけよ。ブルーセット、あのジャズの、うん、ジャズできるのかいなと思って、うん、でまあジャズもできるんだよね。オリジナル作ったんだけど、ジャズの曲みたいな。即興演奏はしはるんですか。するする、うん、ギターも即興演奏できるし、うん、で結局まあそれでまあジャズができんねんと分かったから安心したんやけどね、うん、でその2人で最初ギターの人とタカさんのオリジナルみたいな曲をやったの。難しいね、8分の5曲をやってね、うん、で後半に僕が入っていって、でミシェル・ルグランの曲とかをやってる、うん、ルグラン何やったんですか。ブルーセットとね、ワッチ・ワット・ハップンね。ワッチ・ワット・ハップン、それはあのミシェル・ルグランの曲ですから、シェル・ブルの天笠さんからの曲、それから、サマーノーズ、サマーノーズだね、うん、これはあの思い出の夏映画のね、うん、サマー、ザ・サマー42っていう映画やってんけど、うん、すごいあの悲しい恋の物語です。それからもちろんシェルブーの天笠さん、それはなぜか俺 I'll waiting for you って英語で書いたんだよ。フランス語分からなかったんじゃん。彼フランス語のタイトル分からへんかったかな。それからあと彼のせいにしてる。あとやっぱりピアソラノをやりましょうっていうことで、うん、リベルタンゴ、これは練習戦なんだよ。僕もずっとね、最後まで悩んではった、うん、オブリビオン、オブリビオン、うん、っていう僕らもやってるけど、うん、あのピアソラの曲2曲やってすごい喜んでくれはって、うん、もうあのリベルタンゴもうタッ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 ガンって思ったらわーってみんな言うてくれて、ね、あのスタンディングオベーションかな、うん、わーってもうすっごい喜んでくれてね、うん、全員が本当嬉しかったわ、うん、でまた泣くんですか。それで、ね、それは済んでよかった。ほんな生駒さんがね
リクエストのテイク5やって、伊藤さんのリクエストやった。そうテイク5やっぱほらプロデューサーやから。山川もテイク5だっただん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 やって、みんなアドリブしてガーンやって盛り上げてバンと終わったら、まだバーッとスタンディングオペーションで譜面パッと見たら、前から分かってたんやけども、蛍の光の譜面があったわけ、でリハーサルしてる時はそう思えへんかったんだもん。その時パッと見た時、あ、やばいなと思って、ないかこれになるって、もうその時やばーと思ったんや、ほんまやで、たーんたーんシングルトーンで最初、わざとわざとたーん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 握り出したら、みんなクスッと笑う人がおったよ、なんかよかったな思うてんねんけど、やってないのにこうあんな盛り上げていって最後になったらやっぱりボーンでもそれ喜んでくれはったな、うん、みんなね。Thank you.
で22年だったんです。22年、まさかまたこの業界にできるとは思ってなかった。郁夫さんがオファーがあってもう本当に嬉しくて即答しました。そのすぐに OK の返事を出しました。Il y a 24 ans, j'ai eu de la chance de pouvoir jouer dans cette église, 3 années consécutives, et 22 ans après, j'ai jamais imaginé que je pourrais revenir encore jouer dans cette église. Quand j'ai été proposé pour la participation de ce festival,j'ai accepté immédiatement avec un grand plaisir, comme si je pouvais réaliser encore mon rêve. Merci beaucoup.2人に助けられて本当にいいコンサートをさせていただきました。本当にありがとうございました。メッセージボック良かったね。でも良かったね、まあ、本当に皆さんに喜んでいただいて、うん、あの無事にフランスでのコンサートを終えることができて、うんうん、まあ、できたらまた来年とは言わないけど 2年後、90歳の時に行きたいなっていうことで、その時はみんなで、そう、Merci beaucoup.